二輪屋台とは、祭りで使われる屋台の一種。東東海国東部、現在の静岡県遠州地方の大井川から、天竜川一帯の中東園と北園の一部、特に東海道沿いに多く見られる。本港においても遠州地方の二輪屋台を扱う。遠州地方では、二輪屋台は一般に単に屋台、屋台と呼ばれるが、掛川市横須賀では、ねじめ里と呼ばれる。 通常の四輪、屋台、出しなどと違って、A、工事に屋台を大きく揺らす点が特筆できる。演州地方では西園地区を除き全国的にも稀な二輪屋台が祭り社の主流である地域である。演州という限られた地域の中であるにもかかわらず、地区によって異なる視点で気候を凝らした多種多様な屋台が見られる。厳密には出しに分類されるが、 江戸の天下祭り祭者の原型で、江戸中期の神田明神祭礼絵巻にも同様の屋台が見られる。林台の上に心玄房と呼ばれる一本柱を建て、その上にマンドが乗り、さらにその上に出し人形と寄り台としての松を飾る。袋井市の南部、掛川市の南部、菊川市の南部、お前崎市の各一部や牧野原市の一部で引き回されている。 園州横須賀山熊野神社大祭のものが有名。御所者のような形をしているためこのように呼ばれている。菊川市から岩田市までの中東園地方各地に見られる。屋上には一本柱マンド型と同様、出汁人形を飾る。各地でいろいろな型があるが、転売や新規の建造などとともに、近年特徴の共通化、混濁化が進んでいる。 代表的なものを以下に示す。演習地方では4月から11月にかけて各地で屋台祭りが行われるが、二輪屋台の惹かれる代表的な祭礼を以下に挙げる。前述の通り屋台ではなく目里と呼称される。ありがとうございます。